金枝本源氏物語は、源氏物語の写本の一つ。三条西金枝から1563年によると、される、源氏物語の写本であるが、奥書き、式語の類はなく、個室鑑定などもないためいかなる理由で、三条西金枝のものとされているのかは不明である。本写本は、巻ごとに、また切りつなど一部の巻では、巻の途中でも、筆跡の変わる。 より合い書きである。本書の筆跡は、概ね四つに分かれるが、そのいずれもが、やや稚拙と言えるもので、三条西金枝のような古典の書者に慣れている、人物によるとは思えないような、稚拙な書体であり、三条西金枝の筆跡として確実であると思われる、日本大学所蔵の三条西家本の三条西、金枝の筆跡などとは一致しない。 表紙については改装した痕跡が認められ、保護紙を表紙に再利用しているなどそれほど高級な作りではない。全体的に保存状態は良くなく、部分的にかなりの虫食いがある場所も見られる。本社本は諸子学的観点からの分析によれば、江戸時代後期または中期をそれほど遡らない時代に書者したと見られる。もので、 使用されている紙の加速気質量分析法による14ハットシー年代測定でも同程度の時代の成立であるとの結果が得られている。本書にいくつか押されている蔵書院等により本社本が過去には以下のような人物の蔵書であったことが確認できる。山岸の死去5月22日の後、同人の蔵書は一括して山岸文庫として同人が学長を務めていた。 実践女子大学のものとなったため、本社本も現在は、実践女子大学図書館、山岸文庫の所蔵となっている。本書は、以下のように25冊54条で構成されている。花散る里巻のみが、河地本系統である以外全体的には、青表紙本の系統に属する本文であり、概ねいわゆる三条に下本の系統に属するもので、あるということができるが、一部に、 特徴的な本文を持っている。高位源氏物語の多くの源氏物語の後本において、定本として採用されてきた大島本には、従来しばしば他の青表紙本に見られない孤立した本文が見られることが指摘されてきた。しかしそのような現象は、高位源氏物語に採用された写本の中だけで見た、場合の現象であり、同後本に採用されていない。 本社本や本社本と同じく実践女子大学図書館、山岸文庫の所蔵である名誉本には、大島本だけの孤立していると見られた本文の存在が確認できることが指摘されている。本社本は、永遠本や本国本は存在せず、また、行為源氏物語や源氏物語体制行為編といった広本への採用もない。 本社本は全体にわたってスミフでの書き入れ中期が数多くあり、また、主筆の画展、句展も全長にわたって存在する。中期の出展表記として以下のようなものが認められる。永遠本国。ありがとうございます。